皆さんこんにちは、 JA タウンオフィシャルサポーターの秋元真夏です。さあもうちょっと見るからにっていう感じですけども、8月20日は何の日か皆さん知ってますか？はい、ということで私秋元真夏の誕生日です。じゃあ早速クラッカーをいいですか、せーの、わーすごいおめでとう私すごい、こんな人数でクラッカー鳴らしたの久々です。 J タウンさんとゆるふわタイムのスタッフの皆さんがこうやっていろいろ準備をしてくれました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあということでバースデーゆるふわタイムスタートです。秋元真夏のゆるふわタイム、はい、じゃんケーキとこちらスパークリングワインです。こちらのスパークリングワインは大砲2018、乾杯していきますか。ちょっとさっきここのこれこの31を見て自分ですごいびっくりしちゃって、わーわーって言っちゃったんですけど自分の年をすっかり忘れてたみたいで、この収録をしているのが誕生日の少し前なので、お誕生日お祝いしてもらうのは今年初ということで、31歳を実感したのがただ今、たった今でした。びっくりしました怖っ、大丈夫かな、合ってんのかな、わっ、びっくりした、すごいクラッカーの倍ぐらいびっくりした、よかった。じゃあいただきます。わー、かわいい色。じゃあ皆さんお手元に飲み物はないと思いますのでエアで乾杯おめでとう。拍手ちっちゃいですねごめんなさい、嘘です、冗談です美味しい、すごい爽やかで、このぶどうの香りがすごくいいです。美味しい、今すごい私なんか映えな空間にいる気がするどうですか、スクショでも撮ってみてくださいよかったら JA タウン山梨、風林火山で有名な武田信玄、うまいもんだよかぼちゃのほうとう、山梨の美味しいふるさとをお届け、産地直送通販サイト JA タウン。じゃあケーキを食べてきます。いただきます。美味しそう、フルーツいっぱい、わーい、美味しそう、いただきます。うん、おいしい、最高です。フルーツも美味しいし、スポンジもめちゃくちゃふわふわ美味しい。旬の果物を使ってるそうなので、今はメロンとか桃がいっぱい入って、珍しくないですか、メロンと桃のケーキって。ワインと一緒に、ありがとうございます。なんか2つある、ありがとうございます。え、開けていいですか。え、うわすごい、なんか素敵、器。こちらは雅の越前漆器フレアサラダボールだそうです。漆の器、すごい、こんな大きいの、豆腐とか和風の水菜とかのサラダとか合いそう。ありがとうございます、ありがとうございます。お、こっちも形が、あ、かわいい、わ、これもサラダボールの赤バージョン、めっちゃかわいい、この縁がかわいい、ありがとうございます。いっぱい使います、かわいい、すごい、何でも使えそう。サラダにももちろん使えるし、他の料理でもいいですよね。ちょっと J タウンの食材で作ったものをここに乗せて食べたいと思います。はい、ありがとうございます。今年31歳はどういう年に
したいか。なんか毎年抱負聞かれるじゃないですか、こういうお誕生日って。何なんだろう、毎回明確な抱負がないんだよな。なんかいつも友達を増やすとか言ってるんですけど、一向に増えないので本当にもう諦めました。はい、だから何がいいかな。でもなんか本当に今年に入ってよく食べてる姿をたくさん見るっていう風に、こうヨルフアの視聴者の方にもいろんな方に言ってもらえるので、食べるお仕事はメインとして私の軸としてやっていきたいなっていう気はしてます。食べるのも好きだし、それこそ JA タウンにも美味しい食材たくさんあるから、あの全国の国産の美味しい食べ物を食べて、あのもぐもぐしてる私をいっぱい見てもらいたいなという感じです。あとは旅行をいっぱいしたいですね。今まであんまりこうがっつり旅行に行ったりということは、こう芸能界入ってからはそんなにないので、こう旅行して、それこそいろんな地域に行ってみたいですね。各地、日本各地。お誕生日は毎年私何してるかな。だいたいその学生時代とかは全部夏休みだったんで、8月20日もう学校の友達は9月の始業式迎えたら忘れてるぐらいの感じだったんですけど、乃木坂入ってからは白石麻衣ちゃんと誕生日が一緒なので一緒にお祝いしてもらったりとかしてたんですけど、卒業してからはだいたい卒業生かな、ちょっと Y がねどっか行っちゃいましたけど卒業生にお祝いしてもらうことが多いですかね。あの新内麻衣ちゃんは毎年あの本当なんかイケメンな感じでご飯に連れてってくれるエスコートしてくれるんですよね。一回誕生日当日にご飯連れてってくれて、でその後なんか東京タワーの景色を見ながら私を写真いっぱい撮ってくれて、でその後ちょっとおしゃれなとこで乾杯したりしました。で麻衣ちゃんにもらったオーブンレンジを今でも使ってます。はい、ありがとうございますなんですか、あとはもう現役の子は毎年連絡くれたりとかして、なかなか忙しいんで連絡取ってもいいのかなと思いつつも、そういう時に来るとめっちゃ嬉しいんで、なんかもうすぐ返信しちゃう。はい、って感じかな。ここで真夏ショッピングのお時間です。今日ご紹介する商品はこちら、お肉の宅配肉市場ご家庭用ユッケ、 JA 全農ミートフーズのこだわりが詰まった和牛のユッケ。美味しい、ユッケズッキュン。ご家庭用ユッケは JA タウンお肉の宅配肉市場をチェック。はい、あとは小さい頃とか、誕生日は結構私の両親が盛大にやりたいタイプだったんで、私の弟と誕生日が近いんですよ。弟が9月入ったばっかりぐらいで、私が8月20日なんで、まあ、一緒にしてもいいんですけど、私の親はどっちも分けたいって言って分けてお祝いしてくれてて、いつもなんか好きなケーキ大きいのを用意してくれたり、プレゼントはちっちゃい時はまあおもちゃとかシルバニアファミリーのお家とかもらってたり、リカちゃん人形とか、あのシンデレラとかの服ドレスをもらって、おじいちゃんおばあちゃん家で来ていっぱい可愛いって言ってもらうの待ちっていう、こうスカート広げてとかをやったりとかしてましたかね。なんかプレゼントはすごいもらってた印象があります、誕生日の感じ方。はい、なんか年重ねるとみんなこう誕生日あんま嬉しくないみたいな言う人いるじゃないですか。私は誕生日割と嬉しくて、時計で820って見るだけでちょっと嬉しいぐらい誕生日は好きなので、夏になるとちょっとテンション上がります。8月20日来ると思って、5日前ぐらいからすごいドキドキしてます毎年今年も、まあ、この配信の時には31歳になってるんですけど、その直前ドキドキしながら過ごしてると思うので、ご視聴者の皆さんとかにもこうお祝いしてもらえたら嬉しいなって思いながら今喋ってます、はい、いや、ゆるふわタイムも4月から4,5,6,7,8もう5ヶ月やってますけど、たくさんの人に見てもらって、でそれで私が食べてるの美味しそうって思ってくれて、こう JA タウン開いてくれる人とかがいるっていうのをたくさんそういうのを耳にするので、めちゃめちゃ嬉しくて、その良さをもういっぱい伝えたいって思いながらやってるんですけど、それを受け取ってくれてるのがとっても幸せだなと思います。
またなかなかこう自分が住んでる地域以外の食材とか魅力って旅行とかに行かない限り気づかなかったりすると思うんですけど、その分私がこう皆さんにお伝えしてその場に行ってみたいと思ったりとか、まあ、行けなくてもその注文して食べてみたり、その魅力知ってもらえるように全力で頑張っていきたいと思いますので、今年も、31歳もよろしくお願いします。はい、いつもありがとうございます。はい、ということでお祝いしていただいて、美味しいワインもケーキもプレゼントも、はい、プレゼント食べてませんが、はい、本当にありがとうございました。今日プレゼントしてもらったこちらの商品は、JA タウンで購入することができますので、気になった方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。別に酔っ払ってないんですけどね、通常営業です。真夏さんおめでとうって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは31歳の秋元真夏でした。次回のゆるふわタイムでもお楽しみに。グダグダ。